ヨーゼフ・ゲリネクは、チェコ生まれの作曲家、ピアニスト。キャリアの大半を、ウィーンで過ごした。ピアノのための変奏曲を作曲したことによってよく、知られている。ゲリネクは、現在のチェコに位置するベローンに生まれた。プシー・ブラムのイエズ・ス会の学校に通い、ヨゼフ・フェルディナンド・ゼゲルの下で、オルガンと作曲を学ぶ。1786年に司祭に助任された。 ボォルフガングアマデウス・モーツァルトは自作のオペラ、ドン・ジョバンニの公演のために訪れたプラハでゲリネクに出会っている。モーツァルトの推薦により、ゲリネクは、キンスキー伯爵の宮殿において、専人の司祭、鍵盤楽器教師に任用された。約2年後、伯爵家に随行する形で、ウィーンへと赴き、この地で、ヨーゼフ・キンスキー校に仕えた。ウィーンには13年泊まることになる。 ウィーンでは、ヨハンゲオルク・アルブレヒツベルガーに、大位法の指導を受ける。ピアノのビルトオーゾとして知られ、ピアノ教師として、ウィーンで引っ張りだこの状態であった。モーツァルトもゲリネクのピアノでの即興演奏の腕前を評価していた。ある晩餐会の場で、ルートビヒバン・ベートーベンと初めて顔を合わせたゲリネクは、その会場で、ベートーベンとピアノの腕比べをしてはどうかと、持ちかけられる。 ゲリーネクは後に次のように10回している。私は人があんな演奏をするのを聞いたことがなかった。彼は私が与えた主題をもとに即興を行ったが、モーツァルトの即興によってすら聞いたことのないようなものだった。彼は困難を乗り越え、我々が夢に見ることすら叶わなかったような効果をピアノから引き出すことができるのである。ゲリーネクは主にピアノのために、 大量の作品を作曲し、とりわけピアノのための変装曲によって知られる。人気の絶頂にあったのは1800年から1810年頃のことである。ありがとうございます。